今日はバウンスファラウェイについて説明したいと思います。まずはじめに踊ってみます。せーの、スロー&フットクイック。この時のポイントなんですが、バウンスアクションに気をつけて踊ってください。よくあるパターンなんですが、スロー&フットクイック、このようにバウンスが2回行う人がいるんですが、最近はその踊りはほとんどありません。なので高く低く高く低くではなくて、低く低く高く低く、このように踊るように練習してみてください。そしてもう一つなんですが、ファラウェイポジションの後のクローズドになるところ、ここでエンドカウントを使うと音がもっとクリアになるので試してみてください。ちょっとやってみます。スロー&クイックとクイック、あまり良くないパターンを見せます。スロークイック、クイック。試してみてください。